こば、アミゴー、小林でーす。ちょっと今日から、動画の方が数回ですね。私一人で撮影することになっておりまして、ちょっと松本くん海外行っちゃったんで、ちょっと、うまく撮影できるかわからないんですけれども、ちょっと何回か動画撮っていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いしまーす。それで、なんか、僕のために、一人で撮影できるようにってことで、一応松本くんが用意してくれた三脚、ちょっとこれ面白い、プロなカメラ三脚、プロのとかじゃなくてプロな、ちょっと謎なカメラなんですけど、ちょっとこれ使っていきまーす。ちょっと三脚使ってやっていきたいと思います。はい、こんな三脚です。まあまあしっかりしてます。ちょっと今日はこれで撮影一人でしていきたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは、アミゴ小林でーす。今日はですね、こちらですね。こちらがパラサナファイヤーボール。こちらがオバティサナシースター。ほとんど見た目あまり変わらないんですけれども、こちらの斑入りのアガベの紹介をしていきます。まずこちらですね。こちらの、パラサナファイヤーボールってやつですね。こちらは、和名で言うと、雷光錦ってやつですね。結構日本から古くからある、雷光という、アガベの斑入り錦ですねになります。そしてこちらが、まあ、最近出てきたハイブリッドなんですけれども、こちらのパラサナファイヤーボールにオバティフォリア、ちょっと大型になる寒さ耐寒性のあるアガベですね、それを掛け合わせたのが、オバティフォリアとパラサナのハイブリッド、オバティサナシースター、こちら斑入りですね。ではパラサナのファイヤーボール、斑入りと、オバティフォリアを掛け合わせているんで、こういう斑入りのものが出る感じですね。で、まあ、パッと見ほとんど変わらないんですけれども、まあ、よく見るとやっぱちょっと違うのは、若干こっちの方が葉っぱが長いですね。パラサナも耐寒性強くて、オバティフォリアも耐寒性があるんで、オバティサナも基本的には耐寒性があると思います。ただあんまりにも 寒すぎるところで、外で育てたことはないんで、ちょっと、実際はどうだかっていうのが、不明なんですけれども、まあ、基本的にはやっぱ耐寒性のあるものと耐寒性のあるものを掛け合わせれば耐寒性のあるものができるはずですね。こちらの、オバティフォリアっていう方は結構大型になるんで、このオバティサナシースターって結構大きくなってかっこよくなるんじゃないかなと思うんですけれども、この、こっちのパラサナファイヤーボールっていうのも結構大きくなります。意外と大きくなって、僕が見た中では、もう、尺2とか尺5ぐらいに入るぐらい、5、60センチぐらいは全然なるんで、まあ、こっちも、そこそこ、まあ、パラサナは中型ですかね。中型と大型なんで、まあ、比較的、大きくなる、タイプだと思います。このオバティサナシースターですね。で、これ耐寒性があるんで、地域によっては全然外上でも大丈夫ですし、まあそんなに蒸れに弱いっていう感じも多分ないと思うんで、結構植栽で使えるんじゃないかなと思います。で、これちょっと海外からの輸入苗なんで、まだこうやってベアルートの状態なんですけど。意外と結構発根もしやすいんで、ちょっと以前こっちの方は一つ植えてあって、もう発根1ヶ月ぐらい前に植えて発根済みなんで、まあそんなに難しい植物ではないと思います。というかもうすでに根っこが、白根が何もしてないんですけど出ちゃってますね。なんで、これはそのまま、でもしっかり乾燥してあるんで、まあ、あまりにもいらない根っこはカットして、
もう、今ちょっと暖かい時期なんで、もう植えちゃえば、さっとお水あげとけばすぐ発根しちゃうと思います。で、まあ、ベアルートなんで、一回軽く殺菌して植えたいと思います。まあ、育て方については、まあ、耐寒性もあって、そこまで蒸れにも弱くないんで、まあ、一般的なアガベと同じような育て方ですね。屋外で管理してもいいですし、室内で管理してもいいんですけれども、風通しはやっぱり、良くしておいた方がいいのと、光は好きなんで、結構直射、ガンガン当てちゃっても大丈夫なんですけれども、ベアルートの場合は、日差しに弱くなってるんで、急な直射日光は避けて、直射日光当てたい場合は、だんだん日差しを強くしていくっていうような感じをしていただければ大丈夫です。群馬の外とかだと、ファイアボールは大丈夫ですね。オバティフォリアも、大丈夫なんで、多分こっちのオバティさん、シースターも、外管理、群馬ぐらいだったら大丈夫なんじゃないかなと思います。これ、綺麗なんで、アガベ、斑入りシリーズ、綺麗な斑入りシリーズですね。の感じでちょっとよく見てもらって、こっちがシースターの方ですね。こんな感じですね。こういう感じですね。で、こっち、ファイアーボール。これ詰まってて結構綺麗ですね。いいタイプですね。まあ、斑が大きくなればもうちょっと濃くなってきてくれるといいかなと思います。こんな感じ。二つ。まあ、大体、まあもう、みたいな感じですね。大きさが違うのと、なんか葉っぱの太さというか、幅とか長さの違いぐらいな感じですね。まあ、両方とも耐寒性強いんで、まあ、結構育てやすい斑入りのアガベだと思います。パラサナファイアーボール、オバティサナシースターです。この動画いいと思っていただいた方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。